これ売り物ですか、このボックス。これ、これ今度は高橋さんです。あ、これは私物なんですね。サービスカーなんだ。サービスカーになりました。いいじゃないですか。ハイジェット、ジェットソース。屋根もハイジェットに来ました。自分で塗ったんですか、これ。はい、さすがさん今いるんで。いいですね。どこも行くの。ハイジェット広くていいですよね。ハイジェット。こちら荷台はどうなってるんですか。荷台は今度高橋さんです。え、これいいじゃない。これね、全部直した。これいいでしょ。中からもこれ出れるんですよ。中からも。あ、じゃあ開けて出れる。この箱って何に使われてたやつなんですか。これ保冷でなんか多分配達なんかしてて、お弁当かなんかの感じですよ。でもやっぱこれやっぱ腐ってて、下がこれ全部作り直したんですよね。ああ。うちの修理屋さん直してくれて全部。え、これ売れるんじゃないですか。ね、売ったらダメ、怒られちゃうけど、高橋さんも。これは結構保冷だから、もう隙間多少空いててもいいんですよ。だからこれスライドなんですよ。これだから多分スライドいいですね。だからバチッと閉めるダメだから、全部ここにゴムついてるんですよ。これはスライドなんですよ。車中泊にいいな、これ。これ寝れるもんないですよね。寝れるよね。でも、まあ、寒くないの。スタイルホームも入ってるし、ね、取り替えていこうかな、これと。あ、乗ってみて、ハイルーフや。どんなもんが、ハイルーフ。どうしようか。なんかハイルーフ全然やっぱ違う。同じハイルーフでもさ、屋根高い全然違うよ。本当だ。圧迫がないでしょ。ハイルーフなんだ。ここの方の屋根はちょっと高いんですよね。10センチぐらい後ろ高くなって意外とね、これ問い合わせ来るっすよ、こいつ。13。これ売ってくんで乗ってくんだけど、これ売れないですよね、うちで。結局、ご存知の通り、現場に行くとチッパー機とこセットなんで、売れないですね。言わず多くてね。最初売る気で買ったのに、ハサミも売れないからつけちゃったら、もう話せないですよね。今、バンバン使ってんですね。バンバン使ってるんですね、これね。一応ちょっと使ってますけど。あれ、トラクター直してんの珍しいですね。そうですね、トラクター。あれ、お客さんの？これはうちの実家のですね。ああ、実家の。あっちのちっちゃい売り物なんですよ。同じ、やっぱどうしても左のシールダメになっちゃうんですね、みんなね。あっちの左のシールダメになってて、でこっちもダメだ、こっちもこうやって。トラクターなんかも言われれば直すんですよ。うちの修理屋さん。あれは栃木から来たやつ。そうそうそう。あれ前吉野さんも言いましたよね。これは調子良かったんですか。これは調子良かったです。あ、良かった。で、モンローもちゃんと聞きます。ちょっと試運転したんですけど、モンローも。で、ここのシールがダメで、シール取れないですね、足のね。今はこれ、ちょっとバケット直してます。この辺も売り物なんですか。売ります。あ、これ前見たっすよね、これ。あれ住友このやつ、まだ残ってますよ、ハサミのやつ。これも売っちゃいますよ、ね、ハサミ。あの、簡易のハサミ、腕からガチャンと出るバケットでこう挟むやつ。あー、あれか。これそれ、これも15直したんです。これはエンジンのなんかのオイルが漏れがひどくて直したんですけど、原因はただでドレーンのホースが裂けてるだけ。あと次は全部下回り、下もエンジン外したんで。売り物ですか、それも。売っちゃいます。これも売れます。え、これも売り物だったんですか。これ売り物だったんですよ。売れちゃったんですね。今だ売れたんで、今整備してもらう。塗装やってますね。まあ、キャビン今塗装してますけど、ちょっと塗装。これ、イスズは今直してんだ。あれ前に使ったやつ、チップは抜き、チップいったでしょ。ああ、あれか。キャビンだけちょっと一回塗ろうかなと思って。あとこれもちょっと、この間それこそ YouTube 見てたお客さんが入ったんです。ん？ YouTube を見てたお客さんが、はい、ぜひちょっと見てほしいっていうことで言ったんです。どれ。最初はね、船のエンジン見てくれっていうので言ったんです、うんうん。そしたら、これも持ってってくれって、もうなんか動かれない。土を混ぜる。オートサイド。これガラガラ回って、これこういう仕事なんですよ。これは何？農機具分類？農機具分類。これ結局土を攪拌するやつ。苗所の土を攪拌するやつです。トロンメルみたいな感じ。モーター式？モーターで。動くんです。これ200ボットかな。200ですね、これはね。200で売るんですけど、これは
欲しい人買いに来てください。はい、お安く譲ります。向こう方もで、これはね土でしょ。これは混ぜる肥料と土を混ぜるやつ。これはそれも売り物で、ガラ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 、うん、欲しかった。意外とね、うん、こういうの欲しい人いますよね。いるの？あ、全然欲しかった。なんていうか、大谷だかどっかのメーカーですね。メーカーも確かに。あれ、これはまさか売り物じゃない？これ、あ、ゴミ入れるやつ、うん、あ、いいよ、欲しかったら譲りますよ。意外と欲しい人いるんじゃないですか。これなんで開けていくかってね、これ開けとかなきゃ、これいっぱいスズメ入っちゃう。これ何がスズメ入っちゃうの？これスズメ、え、スズメ、これ閉めとくと、どっから止まらないスズメが入っちゃって、いつもこんなスズメいっぱい入っちゃってるんですよ。へー、なんで？どっから入るかわかんないけど、これこうやって閉めとくと、毎朝スズメが取れちゃうんですよ、これ。この辺が入るかわかんないけど、なんかね、スズメが取れる？だから開けてたんですよ。面白いですね。これ買ってもこうスズメ取れちゃう、これ。スズメがピーチクやってるんですか？ここね、大体2、3秒入ってるスズメが。面白いんですよ。あとこれ、出ました、ウインチ。そのま、あっちに山陽の新品が見えますが。これが新品で使った新品ね。ロビンのエンジン使ったウインチがあるんだ。そうです。そうです。これも同じく、これトラクターで回すんだ。いや、違うよ。トラクターで回す、この台に乗せたんだって。トラクター。トラクターで移動できるようにしたんだって。これこの台に動力取れるんだ、トラクター。だから、まあ、俺で思ったのが、ここからこのまま取れば動力取れるんだよね。本当だ、面白い。うん、これね、運材機。ちゃんとね、これも切れる。あ、フリーになるんですか。そう、クラッチ付きでブレーキと、あとこれはギアでね、ここ入れる、ね、こうやって。へえ。ちゃんとこれも R も取れるかな。 1,2,R ギアでなんですよ。欲しい人はどの、このウインチもいいけど、ここの部分も面白いね、これ。これね、そう。これはトラクターで運ぶようにするためにこうやって。だから考えてトラクターにそのまま固定してもいいんだよね。うん、でここにトラクター曲げて転がるから、ここにこう爪でもつけて土刺すようにする。うん、ここにね、こうね、斜めに。すればこれでも、うん。これもね、欲しい人いれば。鉄工所で作ったんですかね、昔ね。きっとね、それ。簡単に作れそうで作れないですもんね。そうなんですよね、トラクター。うん、そういいですよね、この手動のこのマグノイズね、こういうの。うん、わあ、山陽、これが言ってた機器、新品です、山陽の 904PS って。これが新しいやつですね。あっちが303なんです。こっちよりあれより一回り大きいですね。大きいですね、ですね。あれもでかいけど、うん、あれ、ローラーもあるんだ。これ買ってきても、これ今日北海道にお嫁行きます。あ、そうなんですね。北海道の問い合わせ来て。へー、これは良かったですね、これね。リフトも在庫が結構ありますね。そうですね。こっちは三段マスターですね。あ、三段。三段マスター。三段フルフリーですね。へー、下が最初フルフリーなんで、マスターの中で上がりさして、そこから上がっていくやつですね。うん、ちょっとこれもどうなるか、ホースが巻いてあるんだ。欲しいって人いたからあれしたんですけど、どうなるか決まってないんで、決まらなかったらうちで藁挟もうかなって。これはちょっと修理依頼入れる修理なんですけどね。でこっちが、まあ、今までもう使ってた、使ってる山陽ですね。もう全然まだ使えますけど、これは302か、 30PS で、こっちが古い方ですね。あっちが新しくなって、あっちのが大きいんですか。大きいっすね。結局さっき見たように、この刃がね、結局これがやっぱダメになっちゃうんですよね、刃がね。これこうやってかけちゃうと結構丸いね、丸くなっちゃうんですね。替えでも結局こうなってきちゃうんで、うん、でこうなるともうバランス悪くなっちゃうんですよ、これ。あ、そうだ、うん、随分かけてますね。そう、ここもかけて、だからね、ここね、ブレるんですよ、これ。刃がなくなっちゃうとダメなんですよ。まあでもこれ刃がなくなるからいいんだろうけど、逆にね、うん、なくならないとやっぱりその器具からモーターの方に刃がなくなって本当なんだけど、これはこれででも使い勝手はいいですよね。そうです。だからこれは本体売りますよ、これ。誰が欲しいいますかね、これ。売りますよ、もう本体、草刈り物のこの本体売ります。これでも晴天逆転ついてるんで、そのスイッチも全部入れる。これは使用範囲は何トンから。これは3トンからつけれます。
まあ、もうちょっと2トンでもいけなくないのかな。どうなんだろうね。油圧があれですか。油圧はブレーカー入るかもしれないです。2本、あと配線が1本。これ晴天逆転そうかするんで配線が必要なんですね。これも三洋さんは晴天逆転を選ぶないのもあります。俺は嫌だからつけてます。なんでかするからの時取れやすいから、逆転するとこれもう外しちゃいます。これもなんか売っちゃいます。欲しい人があればね、買います。あれこのトラックも売り物かな。あ、売っちゃいます。これも箱もパワーゲート。これ何ですか。パワーゲート。パワーゲートです。ただアルミ板ですね。キャンターですね。キャンターだ、はい、短いタイプ。後ろはパワーゲートするんで欲しい人でも売りますからね。お客さんが買い、この辺も売り物なんですか。そうですね。そのボトルカーはそれは預かりですけど。あ、預かり。これは預かりです。あ、このエンジンも売ります。あれこのエンジンは日産ディーゼルです。これ発電機です。これはただこれはちょっとエンジン動くか動かないか微妙ですけど、ね、富士って書いてある。富士電機なんだ。富士電機ってメーカーで、エンジンは、あ、これじゃあ吹き上げで作ったやつだ。日産の SD33 って。うちの近所で作ったやつですよ。あ、そうなんですか。うん、48年、古いんですね。古っ、うん、6発なんだ。6発です。こいつは、はい、6発です。発動機の人買ってください。ぜひね、よかったらね。このヤンマーは前からやつでしたっけ。あ、そう、これは前からですね。あ、これも売りました。あ、これも売るの。これも売るんだよね。売る、要するのね、これ置くとこかな。置くとこってか使わないもんな俺、軽トラックの代わりに。で、ここにお嬢さんの何これ。え、よいしょ、お披露目します。何、出てきました。これはちょっとお出しにはね。あ、ダイヤディーゼル。吉岡さんでも分かると思うんですけど、2発だ。吉岡さん2と、あら、いいじゃないですか。どうなんですか。欲しい人いるんじゃないのかな。燃料タンク付きですね、これ三角ね。なんかね、これ前持ってた文字の下に。これ三菱純正。そう、これこうやって乗っかってもらって、あれこれ欲しい人いるんじゃないかな。これね、なんか船のやつみたいで、船って昔タンクみんなこれだったの、三角だったの。なんで。いや、それがわからないから俺も調べたいんだけど、上から見ると三角なんですね。これ船のエンジンだったらしいんだけど、結局船なんか多分これもしかしたらここにあったのかもしれないし、一番前にもしかしたら船のだから鼻先に入ったのかもしれない。バランス取るためにわざとかもしれない。わかんないよそれは。ただ三角な昔の船のエンジンって、これとこれセットなんですね。じゃあエンジンとこのタンクは。はい、そうです。はあ、珍しい。で、この人はあの田んぼの用水、うん、田んぼに水を入れるために川が水を汲むためにこれを動力としてポンポン回したんですよ。トルネードポンポン回したから、だからここにこのドラム缶に水を溜めて、これを冷却したんです。ここに水を溜めて、あ、これをそれ冷却タンクにしてたんですか。で、循環させたんですって。へえ。これラジエーターがないから水吸い上げ室にあれだから、ここから水を吸って入れて循環かけたんですよ。へえ、立派な。それなんだっけ、マフラーですね。マフラーもこれつけるポンポンマ、ポンポンマですよね。なんかいい音がしそう。そう、ただ俺かけ方が分かりません。かけ方が分かりません。クランクがあるから大丈夫だ。あります、全部クランク。こっちにかけてやるんでしょうけどね。どうやってやるか分かんないです。多分これがアクセルでしょ。これそうですね。ね、で、うん、ここがなんかこれ あるでしょ、デコンプでしょ。そうですね、デコンプだ。で、なんかどこだっけ、どっかにガソリン、あ、ここだ。ここにガソリンを注入してこの上に蓋ついてます。ついてる。うん、ここガソリンを注入して一発かけたらば次とかっつったよね。ただやり方が僕は分かりません。なるほど、それしか聞いてない。一発まずかけてだ。うん、かかりますねこれは。吹けば、うん、燃料が。へえ、立派なマフラーだな。ただ誰か分かる人いますか。発動機の人みんな分かりますよ。俺全然分かんない。全然分かんない。1回見れば分かりますよ。ならどうしようか、うん、俺が持ってても価値がねえのか。
誰かにずっとほいのか。これメーターもついてますよね。これメーターもあるんですけどね。回転系？回転系。圧？圧もあるし。でもこれ屋根下にあったんじゃ、あ、これ、あ、そっか、かぶせてあるもんね、うん、大丈夫だね、うん、かぶしちゃう。ここにだからガソリン2個、2つあるんですよね、これね、2つ、ほら、2つ。いいですね。そうなんですよ。そうなんですよ。これは、普通に売れるんじゃないかな。うん、欲しいって言われてるんですよ。俺が持ってても価値がわかんないし、もったいないんで、分かる人はどうぞ。まだ出てきたばっかなんですね。これもそれこそ YouTube 見たお父さんが連絡くれたんですよ。いや実はうちにあるんだけど、ぜひね、吉岡さんによかったらどうですかって。吉岡さんに言われて、そのお父さんにも言われたんですよ。いや俺初めましてですけど、いやいやいや俺は見てから分かってんだ、いいんだって言われて、知り合いだからって言われてまあ確かにそうですねってなったけど、結構な重さありますもんね、これ。ありますね。うん、重いです、だいぶ。ユニック持ってる人じゃないと難しいね。うんうん、いいじゃないですか、その木の台座。素晴らしい。台もこれ、栗の木だからね。あ、そうなんですか。ちゃんと作ってある、うん。このまま回してくれる人に譲りたいですね。いや、本当に。うん、だから俺、下手に洗ってないですよ。そうね。洗っていいもんかもわかんないし、あの結局俺これに関しては全然分かんないから、なんか分かる人に見てもらいたいなと思って。この田植え機も売り物？はい、売り物です。新しく入ったんですね。そうですね、5畳ですけど、今一人お客さんはちょっと声かかってはいますよね。あ、でも欲しかったらどうぞ。田植え機も買ってくるんで。そうですね、全然物いいですよ。これもただ五条だからね、好みがあるだろうから五条もね、うん、あ、見ましたっけ新しいうちのクオン。これまだギガやめる。あれでも走ったとこ取ったっけな、覚えてないな。今度クオンにしたんですね、うん、いいですね。そうなんです。でもなんでこれ買いたか理由もあるんですよ。ギガを売ってくれてきたから。あ、売ってくれって言わないと売れないので、売ってこっち買いたんですけど。今度調子いいですか？悪くないですね。100万キロオーバーですけど、もう117万キロ走ってますけど、全然うちでは全然ダメならエンジン乗せ替えればいいですよ。これならフレームは乗せ替えできないけど、エンジン乗せ替えできるんで別に。だからいいんです、フレームでは切れてあげれば、別に足回せよければ。そうなんです。これはちょっと俺ボディ気に入って買ってきたんで、ボディが結構ね長いいっぱい複数ですよ。でそれでいいなと思って買ってきた。あ、これも売り物なんですか？これも売ってもいいですよ、全然いいし。これね、平板って言って、これよく庭の前なんかよく見ますね。あとこういうね、入らないしね、こういうね。これも飛び石とかって、やっぱ玄関の前にこうある。